デスティネーションキャンペーンは JR と地域が一体となって展開する国内最大規模の観光キャンペーンです。茨城デスティネーションキャンペーンでは茨城県の強みである3つのテーマに沿ったコンテンツを組み合わせ、各市町村が企画する特別企画やイベントを通じて新しい茨城の魅力を発信し、キャンペーンを盛り上げています。今回は産業、自然、文化豊かな茨城県北最大の都市日立市で開かれるイベントを紹介します。自転車で街を巡ってポイントを獲得しよう、ライドアラウンドイン日立。自転車で観光施設や飲食店などに設けたスポットを訪問して、スマートフォンアプリを使ってポイントを集めながら自由に市内を周遊するサイクリングイベントです。スポットに到着して GPS 機能を使ってチェックインをするとポイントがもらえます。スポットの中にはミッションをクリアすると追加得点がもらえることも。獲得したポイントに応じて得点ゲットのチャンス、カテゴリー別の入賞もあるので、自転車に乗り慣れていない方も商品がもらえるかも。体力だけではなく、すべては作戦次第。日立市の美しい自然を満喫し、地元ならではのグルメを味わい、地域の人と交流する、地域の奥行きに触れながら日立市をテーマパークのように遊べます。海あり山ありの日立市をサイクリングで巡ってみませんか？詳しい情報や参加方法についてはイベントホームページ、または8月20日号紙報をご確認ください。日立市中央ダムで開催されるスラックラインのハイラインフリースタイルコンテスト、スラックラインリサーチフェス2023。国内でも珍しいダム湖上に設置されたハイラインの上で、世界中から集まるスラックライン選手や愛好家たちが技を競い合います。中央パノラマ公園では日立スラックラインゲームスを観戦できるほか、ヨガやスラックライン、ノルディックウォーキング、ブドウフィットネスなど様々なアクティビティを体験できます。その他、キッチンカーやクラフトショップなども多数出店。イベント期間中は駐車場が利用できないため、日立駅石浜海岸から無料シャトルバスを運行します。奥日立きらの里の豊かな自然環境と日立市の魅力を満喫するアウトドアイベント、オートキャンプ場からゆったり泊まれるケビン、カスタマイズされた軽キャンピングカー貸し出しプランやテントサウナ体験付きプランのほか、普段はキャンプサイトではない特別な場所でのテント泊など、参加者のニーズにマッチしたさまざまなプランを用意しています。さらに会場では地元の美味しい特産品を試食したり、海、里山などのアクティビティを通じて日立の魅力を丸ごと満喫できます。また地元の生産者との交流を通じて食材の素晴らしさや地域の文化を知ることができます。さらに日立市を知るためのポトロゲーニングを開催。ポトロゲーニングは地図をもとに時間内にチェックポイントを回り得点を集めるスポーツのことで、市内観光地や地域の魅力を存分に楽しむことができます。宿泊プランの詳細についてはサイト内の奥日立きらの里のページからご確認いただけます。その他、茨城デスティネーションキャンペーンでは日立市を舞台にしたイベントが盛りだくさんです。この秋、ここでしかできない体験があるはず。
創造越え茨城、体験王国茨城を思う存分にお楽しみください。